どうも赤田氏、赤田氏せよ、赤田氏マシマシTVでーす。お願いします。はい、さあ今回はつけ麺102川口店さんでございます。なるほど。川口駅前のお店なんですけども、まあ、東口からね徒歩3分のもう本当に駅近くにあるお店でして、つけ麺鉄の実はセカンドブランドということで、天通みたいに呼びますけども、ね、お昼は濃厚豚骨と太麺、夜は鶏と魚介スープの組み合わせで中太麺というお店なんですね。なるほど。はい、でコロナ対策で、今だけなるのかな、テイクアウトで、もう真ん中だね、このね、インスパイア系の混ぜそば、まあ、他にも普通のつけ麺や中華そばも、実は出してる、始まったんですね、この前インスパイアは。そうなんですよ、うん、で基本メニュー、まあこれ店内なんですけども、つけ麺からつけ、そう食券、券売機ですね、こういろいろあります。で、押すとですね、このようになってまして、テイクアウトの真ん中ね、混ぜそばに肉増しをして、今回はテイクアウトをしております。お店の中ではなくということですね。準備をしないと、さあそして準備をしていきます。テイクアウトはね、そうなんですよ、しっかりと蓋がついてる、そのままぶっ込みますね。蓋増しするとなんとネギもついてる、ラッキーボリューミーだな、これボリューミーですよ、かなりね、あったつとも入れて、はい、レンチンいたしまして、すぐにできたように見せかけて6分かかってますね。家が汚いことがバレたちょっと周りがね、はい、軽く見えちゃってるけど、これ着丼です。テイクアウトまずはニンニクだけ多めというコールができました。はい、肉増しで300円しておりまして、でですね、肉増しするとなんとデフォも合わせて5枚も豚が入っているという、ほぼ豚だもんね見えてるはい、でちょっと肉を上に重ねまして、中は水菜、メンマ、ネギ、これがデフォルトでいっぱい入ってるんですね。そんな珍しいね。はい、もちろん油も入ってました。でつけ麺一丸にはなんとですね、大宮と川口に1店舗ずつしかないんですよ。全国でも珍しいセカンドブランドでございます。はい、でその早速豚からいっちゃいましょう。ねえ、三枚肉ですね、いいですね。これ豚臭さをね、まあ、消すためだと思われるんですけど、生姜の風味が結構入っている。なるほど。はい、やや牛チーバラ肉でございます。ね、美味しい。あ、2枚もういっちゃいましたね。やや酸っぱメンマも爽やかでうまいです、ね、口直しリアクションがトムとジェリーのリアクション肩からピンってなる、古風なアメリカなやつやっちゃいましたけども、はい、ね、でですね、こちらまぜそばですけども、スープと言えるようなスープが入ってないんで、うん、文字通りどんどん混ぜていった方がいいですよというタイプですね、うん、あ、特にスープが少なめというか、そうそう、本当の汁なしみたいな。あ、なるほど。結構多いっすね。あ、結構多いっすよ、結構多いっす、うん、もちろんこれメンマシとかしてないようにして、うん、デフォで、はい、ごま油が結構効いてる、もっちもっちん麺ということでね、もっちんもっちんでいいよ、あ、もっちもっちん、最後の運が字余りになっちゃうんで、ちょっとね、もっちもっちん麺って言われたけども、さあそしてニンニクいっぱい入ってますよ、ニンニクもね、均等に丸型に入ってるんで、まるでクスクスみたいなね、なんだっけクスクスって、クスクス、世界で一番ちっちゃいショートパスタです、はい、ああ、そうなの、ごめんなさい、俺フィリピンのタクシーだと思ってたそれありますね、それなんだっけ、それトゥク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 だす、あ、なんか出してたな今なんか出してましたけども、ニンニクはねすごいところ通過したな今うむだけ聞かれるんで、店員さんの言葉聞き逃さないようにいたしましょう、はい、さあここで現れたお酢です、大さじ2杯、入れていきますね。さあそしてお酢を入れた後はこのラー油も入れる、ラー油いいね、僕がこれ入れるのは結構貴重な映像ですよ、これ唐辛子に対しては、はい、赤星を主軸として見た場合動物のなんか求愛行動みたいなこれ貴重ですよね、ナショナルジオグラフィックの自分で言うからそれは、しかも、ラー油とお酢で効果抜群、食べるラー油でも美味しかったんじゃないですか、あれめちゃくちゃうまいからね、いやそうよね、本当にまた桃屋の話になるけど桃屋大活躍ですね、あれうめんだよ、まあね、ということでね、いっちゃいましたが、マシマシレベルは 78.2 ということで、うん、まあ、テイクアウトとしては僕出来上がりをそのまま食べるのはこれ初めてなんで、あ、78.2、ちょっとした調理が用意して、そうそうそう、これが基準になっていくんじゃないかなという、うん、トップバッター、トップバッターですね、これが基準となります、そうそうそう、だいぶ10杯目ぐらいじゃないこれがまあコンビニのね、わしわし麺は持ち帰ったりしたけど、あれはテイクアウトというか商品だから、ああまた別ジャンル、そう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 、ということでね、まあ、結構質問いただくんでここで答えておきますと、あ、まあ、確かにね、そう、一応緊急事態宣言解除はされてるんですけども、うん、まだ僕お店には行けないんですよね、はい、事務所という大きな壁があってですね、はい、許可が出るまではお店で食べられないんですね、まあ、じゃあしばらくこういったテストは続く、うん、そうだと思います、はい、あ、と言って
ったなんか 4,5 日後に急に OK って言われるかもしれないけど、まあ、どうなるか分かんない、分かんないからまだ、ね、まあ、そうね、緊急事態宣言解除されても自粛は自粛ですから、そう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 、不要不急の外出を控えることは変わらないということでね、そこで一気にね、なんか、はい、まあ、危ないですよそれもね。ということでまだちょっとテイクアウトや宅麺など、むしろねできるというまだ喜びもありますから、あ、なるほど、家でも配信ができるというポジティブに考えるね、ということで皆さんもいかがお過ごしでしょうか。あ、え、まあ最後に一番最初に言うやつですね。ちょっと違った、元気にいきましょう。はい、ごちそうさん、まあ、元気は大丈夫、ごちそうさんです。Thank you.